ウラジーミルの生神女終身大聖堂。セルゲープロクジンゴルスキーによって1912年に撮影されたカラー写真。ウラジーミルの生神女終身大聖堂は13世紀14世紀の中世ロシアにおける母なる教会として位置づけられる聖堂の一つであり、ロシア正教会の大聖堂である。この聖堂は世界遺産。 ウラジーミルとスーズダリの白亜の建造物群の一部である。ロシア語名であるをそのまま転写してウスペンスキー大聖堂とも呼ばれる。首脳側からこの大聖堂はウラジーミル公アンドレイ・ボゴリブスキーの命令により広告の首都ウラジーミルに生新女終身祭を記憶して建設された。生カミンマリアはアンドレイ一世により広告の守護聖人に定められた。 1158年から1160年にかけて建設された6本の柱と5個のドームをいただく大聖堂はウラジーミル公国の遺構の増大を反映して1185年から1189年の間に拡張された。1178平方メートルの広さに及ぶ大聖堂はその後300年から400年の間ロシアの教会の中で最大の大聖堂であった。 アンドレイ・ボゴリブスキー、フセボロド三世、そして他のウラジーミル・スーズダリ大公国の支配者たちは、この教会の地下聖堂に埋葬されている。他の多くの教会と違い、1239年に、モンゴル帝国のバトゥが首都を占領した、サイのウラジーミルの後輩と、ウラジーミルで起きた火災をくぐり抜けて、大聖堂は生き残った。大聖堂の外壁は、手の込んだ装飾で覆われている。 内壁の遺魂は12世紀に描かれ、偉大な遺魂画家、アンドレール・ルブリョフとダニール・チョールヌイによって1408年に書き直された。ウラジーミルの生神女終身大聖堂は、アリストテレフ・ィオラバンティによって設計され1475年から1479年にかけて建設されたモスクワ・クレムリンの生神女、終身大聖堂のモデルの一つとなった。ソビエタツ首郎は、 ロシアの伝統とゴシック様式と新古典主義の影響のもと1810年頃に建設されたものである。ウラジーミル市街地に位置し、シベリア鉄道ウラジーミル駅から徒歩15分。世界遺産に登録されているドミトリーエフスキー聖堂と黄門の門が徒歩圏内にある。ありがとうございます。